女優土屋太鳳が1日放送の気候、バラエティ番組、鶴瓶の家族に乾杯、NHK 総合毎週月曜日夜7時57分に出演。結婚願望や、ロケで訪れた沖縄とのつながりについて語った。沖縄の伝統的な踊り、エーサーを求めて沖縄県沖縄市へロケに訪れた土屋。街行く人と気さくに挨拶を交わし、笑顔で語り合ったが、その中に、すでに41歳で孫がいる人が、夫は、芝刈りに行ったまま離婚となり、もう再婚していると語る街の人の話をうなずきながら聞いていた土屋は、何よりも41歳ですでに、おばあちゃん、ということに驚いた様子で、私も本当は、子供がいていい歳で、とぽつり、現在27歳の土屋は、目標は来年です、と笑顔で口にし、さらに、浮気を、芝刈りに例えた町の人に習って、芝刈りらない人にしますし、やったら芝きます、ときっぱり、笑福亭鶴瓶から、うまいこと言うた、と絶賛された。また、沖縄を、仕事をする上での原点、と語った土屋。当番組でも土屋自ら沖縄を選んだことを明かしたが、その理由は、小学校6年生の時の修学旅行がきっかけなのだという。沖縄の戦争とエーサーを学んだ修学旅行で、実際にひめゆり学徒隊にいた女性から話を聞いたという土屋。あなたたちに命のバトンを渡しました。次はあなたたちが命のバトンを渡していく番です、という言葉が胸に響いたと明かし、このお仕事もつながっている、役を生きる上でこの先も表現していきたい、と女優としての思いが沖縄での体験とつながっていることを明かしていた。